ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。こんばんは、田中みな実です。土曜日の夕方この時間は皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思います。最近ジュースクレンズっていう言葉を耳にすることありませんか？まあ、女性の間では結構今流行ってるんですけれども、丸一日できれば3日ぐらいジュースだけで過ごすっていう、まあ、ファスティング、プチ断食みたいなものですね。で、これやると私はすごく体の調子が良くなるので定期的に実施しています。今までは月に1回ぐらいだったのが、最近週に1回ペースでこのクレンズをしてるんです。でも3日とかやるとさすがに、まあ、仕事も集中できなくなっちゃうし、やっぱりなんとなくジュースだけで過ごすからぼーっとしちゃうんですよね。だから1日だけやって胃を休めて、次の日お粥とかちょっと体に優しいものをとって、で2日目ぐらいから通常の食事に戻るという。そうするとお通じも良くなるし、お肌の状態も良くなるし、なんかいいことずくめなんですね。で、そのジュースクレンズが、コールドプレスジュースっていう、これまたややこしいんですけど、グリーンスムージーって流行ったじゃないですか。まあ、今も流行ってますけど、なんかジューサーで野菜とか果物とかをガーッと、なんだあれ、ドロドロの状態にして、でそれを朝一杯飲んで健康のためにいいみたいな。でそれの進化版がコールドプレスジュースで、これはサラサラなんですよ。スムージーってドロッとしたイメージじゃないですか。このジュースクレンズで飲むコールドプレスジュースはサラサラで、要はなんか低速のジューサーで酵素を壊さずに絞った野菜とか果物の汁っていうと分かりやすいけどまずそうですね。ま、酵素が体にいいっていうのはよく聞くんですよ。で、酵素ってコンビニにも売ってるし、今薬局なんか行くと中国人観光客の方が爆買いしてて、酵素ペーストとか、粉末の酵素とか、飲む酵素とか、いろんな酵素があって、で私も人に勧めるときに、いやこれはねって、ジュースクレンズのコールドプレスジュースっていうのはね、酵素を壊さずに体に取り入れることができるからすごくいいんだよとかって勧める割には、酵素が一体何なのかを分かっていない。なんか酵素って良さそうだけどなんだかわからないっていう方結構多いのではないでしょうか。ということで本日は酵素栄養学に詳しい鶴見クリニック理事長の鶴見貴文さんをお迎えします。なんか酵素が一体何なのか、その秘密に迫ります。ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。本日のゲストは鶴見クリニック理事長の鶴見貴文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単にではありますが、まずは鶴見先生のプロフィールからご紹介してまいります。鶴見貴文先生は浜松医科大学など様々な病院に勤務された後、東洋医学や鍼灸などを学ばれ、酵素栄養学を独学で研究。2000年以降はアメリカで酵素栄養学博士のもと研究を重ねてまいりました。帰国後は患者さん一人一人に時間をかけて体の本質を見極めた治療を行っています。酵素栄養学に関する著書も多く、日本における酵素研究の第一人者として知られています。先生は日本の酵素栄養学の第一人者ということなんですけれども、酵素って今すごく流行っていて、いろんなとこで聞くは聞くんですけど、はい、一体何なんでしょう？非常に一言で言うのは難しい概念なんですけど、うん、建築に例えると非常に分かりやすいですね。はい、建築っていうのは、まあ、資材がいっぱいありますが、それがいわゆる栄養素ですね。資材、木とか、釘とか。そうです。はい。ところが、設計士とか、大工とか、まあそういう作業員いなかったら、どれだけいろんな資材があっても家は建たないんですが、はい。そういう作業員の役割が酵素と言われております。
ですから、うん、我々はタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、はい、いろんなものを栄養素として取ってるわけですね。でも酵素というそれを分解したりそして組み立てたりまあ、する物質がなかったら、まあ、体もうまくいかない、家が建たないと同じですね、うん、で建っちゃった場合必ずホコリが出ますしゴミが出ます、まあ、そういうことを処理する、つまり排泄ですね、おしっこにしたり、まあ、便にしたり、こういうことをするのも酵素力だから、うん、あの資材が栄養素、酵素はそれを、組み立てたり排泄したりする作業員、うーん、そういう感じですね、はい、酵素は自然に体の中で生み出されるものではなくて、はい、うん、口から摂取するものですか。いや、生まれた時に、まず備わってるわけなんですが、酵素は体にある、ある、うん、だけど毎日毎日、DNA がしっかりと作ってんですね、はい、でその量がですね、細胞から作る量が1日一定量ということが決まってるんです、これだけ作りますよって、これは酵素限定生産というんですけども、うん、その量が限りがあるもんですから、無駄遣いするとすごく困るんです。年齢とともにその酵素が作られる量っていうのは変わってくるんですか。そうなんですね、だからいろんな寿命説がある中で、今一番信憑性を持たれているのが酵素寿命説と。酵素寿命説、はい、なんだそれは。だん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 こう減ってくるっていう、それですごく減ってきた時がもう老化で死に向かう。だから視野が増える、白髪が増える、剥げる、老化する、病気になる、これ全部酵素がだん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 減ってきた現象なんですね。つまり、はい、じゃ酵素を補充すれば、うんうん、だいぶ追いにくいですね。ということが今アメリカの酵素医学では言われております。だから援軍が欲しい栄養素の代表なんですね。なんか酵素を取ると肌の調子がいいとか、うん、髪の毛が良くなるとか、そうです、なんか体の中が綺麗になるとか、はい、いろんないいことがあるっていうのは知ってたんですけど、はい、でも酵素ってどうやったら手っ取り早く摂取できるんだろうと、うん、まず当然生食しかないんですね。生食？はい。野菜とかフルーツとか。そうです。それから次に発酵食品ですね。納豆チーズ、動物性をなるだけ避けたいところなんですね。なるほど。チーズちょっと問題があるんですが。あ、そうなん。納豆、漬物、キムチ。ああ、お味噌とかもいいですね。生味噌ですね。はい。だから味噌はできたら生で食べたい。代表的な食材ですね。そうか。うん。じゃあ日本人はもともと、はい。そうなんです。性質としてずっと酵素を取り続けてきたんじゃないですか。そうです。だから欧米よりはるかに元気だったんです。そうですよね。はい。そっか。ただ今、うん、食事が割と欧米化していて。そうなんです。なるほど。おっしゃる通りです。はい。素晴らしい。は、うん。なんかいろんなこと仮点がいきますけれども。はい。まあ、今、なんでその酵素っていうのが取り沙汰されてるんでしょうか。つまりですね、車に例えるとよくわかるんですね。はあ。ガソリン、ありますね、車には。はい。それからボディ、それから、まあ、車体、うん、それからオイル、はい、オイルは脂肪ですね、うん、ガソリンは炭水化物ですね、ああ車ではね、はい、だからボディとか車体とかこれ全部タンパク質ですね、はい、じゃあ酵素は何かと。酵素は何だろう。バッテリーなんです。ああ、で結局バッテリー、どんなにいいタイヤを履こうが最高のお値段の車を運転しようが、うん、バッテリー切れちゃったらどうなりますか。動かないですね。そうですね。ガソリンがなくなった時は少しずつ動かなくなるけど、バッテリー切れたらサドンです。確かに。突然ボーンと、止まっちゃいますよ。人間の体の中から酵素がボンってなくなることってあるんですか。はい、よほどのことがない限りそんなことはないんですが、うん、
まあそれに近いようなことはありますよね。ものすごいショックが受けた時とか。それで体調を崩すんですか？うん。聞けば聞くほど分かるような分からないような酵素。なんだろう。まだまだ知りたいので、分かりやすくこの後お伝えしていきます。ガスマンプレゼンツ、田中みな実、あったかタイム。本日は、酵素栄養学の第一人者、鶴見孝文先生にお越しいただいています。ここからは、今注目されている酵素の知られざる秘密について伺います。まあ、酵素が足りなくなると極端な話、死に至ったりとか、体調を崩すっていうことがあるようなんですけれども、酵素を正しく十分に摂取するにはどうしたらいいんでしょうか？まずやっぱり生食を多く取るってことですね。生食ね、お野菜、フルーツ、そうです。あとは生味噌、生味噌、それから納豆、納豆、それ発酵食から品もいい、まあキムチ。キムチ。まず生きたものの中にしか酵素はないという前提があります。その中で最も取りやすいものはおろしたものと低速ジューサーで絞ったもの。先生、実は、私、コールドプレスジュースっていうのを、ほとんど毎日飲んでいて、だから肌がきれいなんですね。ありがとうございます。いや、本当に、これ、調子が良くなって、おそう肌でしも。ょう。あと、なんか、腸も多分、調子がいいのか、お通じもいいし、ああ、いいですね。はい。すべての、体の状態が良くなった気がします。おろすとね、細胞っていうのは意外と噛んだぐらいじゃ破れないんですね。その中に酵素がいっぱい入ってるから、おろしたり低速ジューサーで引くと細胞から酵素がもう大量に出てくるわけです。そうなんですよね。普通のジューサーとかで、ぐわーって絞ったりとかすると、酵素が壊れてしまうって聞いて、酵素が壊れるって一体？加熱に弱い特徴を持ってますね。だから生じゃないといけないんですね。一番酵素が活性化する温度ってのはギリギリの接点なんですね。50度です。50度。だから50度 C 2分洗いとかいうのがものすごい流行った時があったじゃないですか。ありました？例えばキャベツでも何でも置いとくと末端がこう酸化していくわけですね。ところが50度につけておくといつまでも酸化せずに保持できるのは、急に50度ぐらいで死ぬ一歩手前で元気が出るんですね。だから生食にある酵素が元気を出す。そのため酸化しないんです。じゃあ、温野菜がいいとかって。あれはね、昭和40年ぐらいから頭で作り上げた嘘ですね。生のものは体を冷やすからっていうので、子供の頃から親にもそう言われてきて、特にね、女の子なんかは体を冷やすと良くないっていうから、なるべく温めそるれようにっで病て。気が増えちゃうんです。そうなんですか？じゃあ、生食食べて体は冷えるは冷えるんです冷えね。るは冷えます。だったら別の方法で温そめういうる。時は必ず僕が推薦してる方法がいくつかあります。で体に良い無農薬のお茶を熱湯で振り出して、それに2つのものを入れるとポカポカになります。2つのもの、生姜とかですそうか？です。1つはですね、金時生姜の粉。金時生姜の粉？でも確かに聞いたことあります。生それ姜と、もう一は、つはもっと手に入りやすいのは黒酢。黒酢って体温まるんですか？ものすごい温まります。へえ、それ知らなかったです。金時生姜と黒酢が体を温めてくれる。そうです。ただしその時に必ず熱したお茶でないとダメですね。熱いお茶、夫婦いながら飲むと、酢を入れて、熱い状態。生を食べた後に例外的にそれだけはもう熱してくださいっていうことなんですね。やってみます。先生はいつも生野菜を召し上がってるんですか？そうですね、毎日？もう半端じゃないほど生野菜漬けです。だからもう70近いけど非常に元気です。何で食べるんですか？生野菜はもうドレッシングでサラダですか？黒酢と
まあ、アマニ油、フラックスオイルと、それから生味噌、もうさっきから話してる味噌の効果をふんだんに発揮させます。味噌って取りすぎると塩分取りすぎにならないんですか？あれは塩分の害というのも、これも常識の嘘かもしれないというのは今分かってきてるんですね。いや、でも塩分取りすぎは良くないって。取らなさすぎはもっと良くない。取った方がいいのか。ある程度取った方がいい。それはかなり分かってきてます。でも先生がおっしゃることで言えば、お味噌汁の味噌は酵素が壊れちゃってるってことですか？僕の指導は50度以上だとやっぱり死んじゃうから、具は一度グツグツ煮ましょうと、お湯で。そしてちょっと氷入れて50度まで温度計で測るんですね。まあ、氷入れなくても待ってもいいですけど待っね。てもいいですよ。同じことですが、短期で急ぐ人は。それで、ちょっと50度ぐらいになったら味噌を入れて溶くと、味噌の酵素は生きてるから、史上最高のぬるま味噌汁ができます。美味しいですか、それ。案外美味しいんです。生きてるから。本当に？ぬるま味噌汁ってちょっとね、美味しくはないです。ネーミングあんま良くないですね。酵素味噌汁とかにしましょうか。コールドだとあ、寒くなっちゃう。あ、酵素味噌汁。酵素生き生き味噌汁どうですか？素晴らしい。いただきます、それ。ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。ね、先生、じゃあ、サラダ食べて、お味噌取って、あと何召し上がってるんですか？お肉とかは？僕一日一食なんです。だから今日はまだ食べておりません。一日一食？お腹空かないんですだか？からね、過食が一番酵素の無駄遣いするから、ずっと一食にして久しいんです。家内も確かそうでに、す。消化酵素を使っちゃいますもんね。ずっとダラダラ食べてるそうです、と。そうです。で、間食は絶対しません。絶対？チョコレートとかケーキを出されても？もう絶対僕嫌いだもで、一日一食がサラダだけですか？ん。サラダだけじゃないですよ。だから一食だから何でも食べますよ。ただ、最初に生野菜と漬物は半端じゃないほど食べてから、だから食前生野菜っていうのはね、効果的なんですよ。って言いますよね、よ本当く。にそうなんです。食べ順ダイエットとかっていうのも流行りまなしんたでもかっていうね。とね、あれはね、理屈をみんなつけてないからいけないんです。生野菜をいっぱい食べるとね、胃にまずどさっと入ります。ところが酵素付きで入ってくるからね、あとの食べたのを全部ね、待ち受けてね、消化してくれるというすごい利点があるんです。ゆっくりとそう消化いしうまこす。とか。で、ゆっくりと小出しにするから糖尿病にならないです。だから肉を食へえ。べようが魚を食べようが、その後に食べてくださいと。何でも好きなものを召し上がってるんですね、じゃあ。だから一日一食ですからね。一日一食。サラダのあるお店へ行き、もうボール一杯出してくれるお店があるわけです。それでそれをドレッシングかけて美味しく食べて、その後はもう何食べてもいいんだけど、お腹いっぱいであんまり入らないから、なおそれでうまくいくわけです。その割にはそんなにこうガリガリっていうわけではもうないで全すよ然ね、先生。だけど、常に同じ体重。キープしてるんですか？先生、本当に体に気を使ってらっしゃいますけど、何かきっかけがあったんですか？私は小児喘息のひどい患者だったんです。今でも覚えてますが、ひゃーってものすごかったんですね。ところがね、まあ昭和30年代の初めなんですけど、明治生まれのおばあちゃんが、まあ、当時テレビがない、ラジオしかないんですね。朝から晩までラジオを聞いてるんです。とね、不思議なんですが、誰かが咳がひどかったのに生キャベツを食べたら治ったんだよ、不思議だねっていうことを誰か言ってたそうなんです。昭和33、4年の話です。それでね、お前これだけ喘息ひどかったらキャベツを生で食べるといいみたいだ、食べてみないかって言って、それで食いしん坊だった僕は生キャベツを、当時ハイカラだったソースと醤油をぶっかけて山のように食べるようになった。私気づいたら喘息治ってました。今でこそその理由は分かりますよ。キャベツってのは油中野菜ですからね。だ油から中？油中、だ例えからば。大根とかブロッコリーとかキャベツとかクレソン、ラディッシュ、ルッコラ、小松菜、菜の花、チンゲン菜、そういうやつの生ですね。それを油中って言うんで油す中ね。ですね。これだけが
強い抗酸化力を持ってるんです。へところが加熱すると消えちゃうんです。え、ブロッコリーも生で食べるんですか？いや、だから今ブロッコリーを生で食べれるものとしてスプラウトっていうのが出てますね。ブロッコリー、スプラウト、かいわれ大根もそうですね。食べてます私スプラウト。あれが一番ね、風邪をひかせないすごい力なんです。確かにそういえば引いてない。引かないでしょ。ブロッコリースプラウトとかいわれ大根、うん、それからたっぷりと例えばお刺身食べるときにわさび、わさび、わさび、あれも油中です。わさびもいいんですか？いいですよ。へえ。そこに入ってるのは、まあ、イソチオシアネとイコールスロフォラファンという難しいです先生、抗酸化物質が入ってるんです、はい、抗酸化物質ですね。ええ、だからアメリカで今一番人気が高いのは油中。油中、はい。私まさにジュースクレンズっていうのをやっていて。ああ、いいですね。いい色してますねこれ。そうなんです。私今日持ってきてるんですけれども、先生いらっしゃるということで、はい、これは、はい、ほうれん草、ケール、ロメインレタス、キャベツ、セロリ、パセリ、はい、キューカンバー、ね、キュウリ、ミント、レモン。あのね、キュウリダイエットって本も出したことあるんですね。キュウリダイエット、キュウリ、キュウリはね、はい、いろんな薬効成分が見つかっちゃったんですね。キュウリって私一番好きな野菜なんです実は。今までね、一番栄養がないのはキュウリだと言われてた。そう、そうなんです。2011年だったか12年にね、日本人がね、リッパーゼが入ってると。ホソフリッパーゼで発見しちゃったんですね、キュウリの中に。リッパーゼ、はい、はい。脂肪分解酵素です。へぇ。だからキュウリをたくさん食べるとね、太らないってことが判明しちゃったんですね。へぇ、あ、知らなかった、ね。その他いっぱいいろんないいものが入ってます。私、キュウリにお味噌つけて食べるの大好きなんです。いわゆるモロキューですね。モロキュー。いいですね。最高ですね。はい、それからケールが入ってるとおっしゃいましたね。はい、ケール入ってます。でケールは油中の代表なんですね、はあ、で一番ルテインが多い。ルテイン、もうこれがね、肺がんと目の網膜の予防になりますからね、うん、あなたの目はいつまでたっても 2.0 のままでしょうね。そうなんですよ、私 2.0 なんですよ視力。そうでしょう。それはそこのケールのおかげなんですよ。あら先生占い師みたい。ケールジュースってのは本物だったらすごいですよ。なんか本当は、うん、味としてはそんなに美味しくないんですよ。いや、そりゃそうですよ。で、匂いもやっぱり油の中ですから青々とした匂いですし。いやいや、これが美味しい。でもそうですね、まあ、体のためにと思って1日1本必ず飲んでいて、はい、で時々ジュースクレンズで1日、それを売ってんですか？はい、売ってます。1日このジュースだけで過ごすっていうのもやってみてて、うん、いいですね。はい、外と免疫力がものすごくアップするんです。草食動物みたいなことですもんね。そうです。ああ、なるほど、はい、なんか自分がやってたことがちょっと正しかったっていうのと、あとはあれですね、生野菜とかこういうジュースばっかり飲んでると体が冷えるって親からも心配されていたけど、うん、あれは初めのうちは冷えます、うん、だけど後で温まりますね。あとはほら、金時生姜とあと黒酢、はい、のお茶、熱いお茶の熱いお茶、うん、それで冷えも予防できると、うん、まあ、さすがにね、一度に全部やろうと思ったら難しいかもしれないですから、何か一つだけでもできるといいですよね。生野菜を取る。あとは、お味噌汁のお味噌を、はい、一回ね、味噌汁途中の段階で、ぬるくして、はい、で、50度以下の状態で味噌を溶いて、はい。そうです。そうすると酵素死にませんから。で、それで飲んでみたら、酵素がちゃんと。だから酵素味噌汁、あなたの命名です。はい、酵素味噌汁。私はぬるま湯味噌汁って言うてた。なんかね。ね、酵素味噌汁にして。寝ぼけた ネーミングですね。そんなことないですけど。はい。はい、ぜひ試してみてください。はい、先生、来週もよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。エンディングのお時間となりました。今日は鶴見クリニック理事長の鶴見貴文さんにお越しいただきました。次週も鶴見先生をお迎えしてお送りします。お楽しみに。番組では田中みな実に話してほしいトークテーマや皆様からの温かいお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ田中みな実あったかタイムまで。メールの方はあたたか ATATAKA @tbs.co.jp までお送りください。それでは暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みな実でした。また来週。